の左でそのままセンター街の顔。やばくないっすこれ。これ大作じゃないか。満喫してるってこれ。大作がやりがいがあるね。やばいやばいっすね。スタミさん、はい、広島から来ました。マジかよ、はい、これおしっこの匂いっすそこらへん、はい、おしっこ滑り触っちゃったジャパンでございます。あ、今の時間が、もうそろそろで0時になるところなんで、清掃をしていきたいんですけど、渋谷のハロウィン31日でございます。でこのままスクランブル交差点に向かうと、そのカオスの中に飲み込まれてしまうんで、終電の時間に合わせて道玄坂を下ってこようみたいなルートにすると、人混みに飲み込まれないかなと思うんで、人があんまりいないルートから少しずつね、清掃していこうかなと思っております。皆さん、清掃配信なんですけど、まあ、渋谷が今どういう状態になってるかっていうのをね、まあ、間近で見れる配信にはなると思うんで、ちょっとトングが小さかったけど始まりました。皆さん始まりましたよ。この調子で朝まで行きますからね、どんどんゴミを拾っていきたいと思います。よろしくお願いします。プラスチック系持ってもらって、俺ですか？俺か。あ、ありがとうありがとうありがとう。センキュー。助かるの牛乳。おい牛乳じゃバッグの中入れる。ありがとう。いいね。ありがとう、元気になる。マジ？ごめん。じゃやる気じゃん。おい、マジ。オッケー、ありがとうありがとう。よし、やるぞみんな。やろうやろうやろう。全然強制とかじゃないから、帰りなかったら帰っていいからね。 OK。 全然いいの？あ、手袋ついてる。 OKOK、 全然あるんだよ。これフェイクで缶入ってんねんけど。どんどん行けよ、どんどん行けよ。トング入ってるからさ、トング俺のリュックの中からちょっと取って。あ、いいですか？そう、どうぞ。いい感じです。順調順調。でも今が多分ピークなんだろうな。多分2時ぐらいになるとみんなね、テンションが下がってくるから、そこにどれだけ生存してるかが楽しみだ。ペットボトルいる？ペットボトルお願いし。はいはい、ありがとうございます。このままセンター街の方かな。このまま曲がっていきます。もうこんな集まった、早いだろ、集まるだろ。やばくないですか？結構ありますよ。集まった早い。俺らただ飲みつけて中間にある。避けられてんだけど。多分4時ぐらいになったらボランティアのゴミが開くから、それまでちょっと自分たちでゴミを持つしかないから。はい、お願いします。いやいや、人が多すぎちゃうから後で分かれよ、ちょっと。でパルコ側ね。あ、来たな。夜勤も配信。いや、そう、お前ちょっとチャラく、これつけるだけチャラくなんだ。なんか飛んでくる。なんか喫煙所が規制食らってるっぽいから、吸い殻がめっちゃ多いね。さあ、僕たちも。オッケー、やろ。写真とか後でいい？ちょっとここ詰まっちゃうからさ、広がんないようにもっと。前に、俺追い抜いていいから。あ、オッケーです、オッケーです。飲んでいっちゃう。なんかやばいやろ。これやばい。やばいやろ、もう、本当に。ありがとうございます。お願いします。まっすぐ行こう、まっすぐ。新しい袋作りましょうか。あ、いや、多分難しい。追いつくから行っていいや、まっすぐ。スタミさん、はい、広島から来ました。マジかよ、はい、広島から？ゴミ拾いに行きました。これマジ、はい、じゃあお前フル稼働してもらうから、はい、朝までやろう、やろう。タバコポイ捨てする人本当多いんだな。喫煙所とかが結構封鎖されてるから、
タバコの吸い殻が多いね。もうもういっぱいなってるじゃん、缶で。やばいやろ、缶。缶すごいですよ。始まってから30分経ってねえぞ。ローソン左でそのままセンター街向かおう。やばくないってこれ。満喫してるってこれ。やりがいがあるね。やばいですね。満喫してる。やりがいがあるよね、やっぱり。今ゴミを見つけるとテンションの上がる集団になってるからな。はい。何時からハロウィンを楽しんでたの、それは。私は19時くらい。19時から長いな。新宿にいて。はいはい。新宿ってこんだけ賑わってる。賑わってた。あ、賑わってた。なんか座れてると思ったら池原と渋原に。いや、もう全然。そうなんだ。はいはいはい、いつも配信楽しく見てます。マジですか。やりましょう。いや、今日頑張って掃除しましょう。掃除しようぜ。家綺麗にしちゃおう。もう人も何かじゃ掃除しちゃっていいんじゃないですか。あ、マジ。キリト、ちょっとお前トング2個ないと物足んなくねえか。やっぱりお願いします。カツナあったんですけど。カツナ持ってじゃん。カツナ。おいおいおい。また一人の人。落ちてるぞ。渋谷にはこれも。お、電池か。電池はちょっと。電池はどうすればいいんだ。俺のポッケに入れます。OK、そうしよう。掃除したいですか。掃除したいです。掃除したいですか。ゴミ袋あげますよ。マジで聞き逃さなかったから。まだ待ってました。ありがとうございます。一時間探して回りました。はい、軍手消費といるや。いるね。これでいきます。ファームシールド。ラスト思い出すな。行きましょう。思い出すな、ラスト。シリア掃除しましょう。ベロベロに寄ってだけ集まると思う。あんま飲み返してきますよ。瓶もらいます。中入ってる。マスクそのまま危なくないか。こんだけの人が今日は参加してくれてます。これ無理じゃない。これ結構ちょっとカオスだな。オーケー、左行こう。オーケー、行こう。ちょっと割れた。俺欲しくない。あ、素晴らしい。マジで神器じゃねえかよ。もらうぜ。キョンシー、ついてくよ。あれ、どこ行った。キョンシー違いだ。あれ、違う、キョンシーだ。あれ、俺のリスナーのキョンシーどこ行った。ちょっと待って、キョンシーがいすぎてわけがわかんない。いや頑張れ。ここで。はい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 。まさにゴミ拾い来たんですけど、ゴミ袋ってあります。あるよ。これどうした？これ何これ？ちょ、個性出したって。なるほどね。もうちょっと。なかなかですよ。ありがとうございます。えぐすぎやろ。えぐいな。これ食べてる。処分してもらうことは可能ですか。大丈夫です。すいません、お願いします。はい、ありがとうございます。はい、追い抜いちゃっていいよ、追い抜いちゃっていいよ。ゴー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 。偉いね。気持ちいいですよ。気持ちいいですか、こういう活動は。ちょっと足元いいですか。ありがとうございます。
英語で振られたの。俺さ、今日さ、なんか女子高生の落とし物を拾ってあげたんだけど、センキューセンキュー言われてさ、誰も俺の顔見てさ、日本人だと思ってねえんだよな。ペットいないか、ペットいない、ペットいない。あ、お久しぶり。いや、知らん知らん、誰だ誰だ、ナンパにしては雑すぎる、行け。お久しぶりや、通用せん。うおー、あ、でもいいけどね、別にそれでね、道を塞がないようにして、道道道道。まあ多分 1時間後ここ戻ってきたら増えてると思う。母さん、これおしっこの匂いです。ここら辺、はい、なるほど。頑張れ。おしっこ全然当たった。匂いがする。ちょっとお兄さんとか言ってた、ちょっと言ってた、ごめんなさい。さっきのさ、ゴミ収集したところ覚えてる人いる？場所ちょっと連れてって、シスターお願い、シスターについていきます。シスターさん、明治で、あの、ゆうや結婚してくれって思ってた人覚えてます？お前か、お前か。めっちゃずっと手振ってたわ。俺の持ってる人いねえかなと思って寂しかったんだよ。そしたら結婚してって言ったからさ、ありがてえ、それはありがてえと思いながら、ありがとね。いやいや、ちなみにその、はい、最高ですよ、シスター、ダブルシスターは。俺とも結婚してくれよ。おめえは無理で。お前は一番、おめえ、お前は一番無理で。まだだ。いやいや、あの、ちょっと、あの、今映せない思いがあって。そう、ちょっと後ろは映せないです。映せないものがあった。なるほど、映せないものがたまにあるんだな。はい、この街にはな。じゃあ、横断歩道で分けますか。そうね、右曲がります。あれはもう歩道かよ。あれはもう歩道かよ。あれはペイントなんで。ペイ、一応ペイントなんで。進撃だね。メガタナ巨人か、あれ。危ねえ。メガタナはセーフか。ハチ公前全部一体掃除しよう。おお、少ないですね。少ない少ない。ゴミ袋いっぱいあります。ここら辺みんな掃除してんじゃない。もう綺麗なんじゃない。あ、めっちゃ綺麗。下手したら危ないよ、ね、ダメだ、みんな疲れてない、疲れてない。行ける行ける、ちっちゃい人に行きます。全然行きます。どこに休憩、休憩、休憩、開けてお願いします。この辺ちょっと臭いから飛んでお、バリッと破っちゃった。はい、マイタケナンパすんなよ。あ、男だ、あ、男だ、男だ、ごめんごめん、男だったわ。はい、ちょっと待ってください。ごめんごめん、マイタケが話しかけてる人全員女に見えるから。ごめんごめん。そのまま道元、あっちあっちあっち、道元坂戻ろう。あ、違う団体も掃除やってんだと思ったらうちだったわ。え、違う団体いるんすか。違う団体だと思ったらうちだった。追加ローお願いします。よいしょ、一回回収します。見つけたわ。あ、行くよみんな。落ちてたわ。めっちゃ怖いっすけどね。こうなるとね、ついにね。これプラで捨てちゃおう。はい、
当ですか？本当ですか？ここじゃないぞ。ここじゃないかな。これが初めて行ったクラブはここ。もう意味が分かんなかった。何も思んなかった俺は。クラブ行って。北さん止めてね。北さん止めてね。遅いよ遅いよ。あと一人で入ってくる意味不明だから。振り向いたら入ってたんすよ。なんかさ、性欲まみれのさ人の目ってやべえって言うじゃん。どういう目なのかなって目の当たりにしたかったらここに来ればいい。ああいうことじゃないですか、獣の目。あいつが一番ふざけると思ったんだよ、マイタケが。一番真面目にやってよ、マイタケ。あの風貌で真面目にやるのどういうギャップ？お前一番真面目にやんな。解釈違いだろ。楽しいや。お前めちゃめちゃふざけろ、お前は。楽しいや。よいしょ。ゾンビたちって言われてるけど。ゾンビゾンビたちって言われてるけど。そんな疲れがにじみ出てるかな、俺たち。まあ確かに日光当たらない目では。そうだね、まあ、4時解散目安かな。あとは何時までやるの？俺も4時で。スターさん聞いてくださいよ。何？スターさんのツイートが31日深夜だったんで、うん、これ昨日一人掃除してたんですよ。マジ？これ昨日一人で来て、やば。まあいっかって一人で掃除してました。すごすぎだろ。先輩っす。もうでも言うて3時15分だ。時間過ぎの早いな。本当。でも3時15分の光景とは思えないけどな。確かに。ハロウィンやっぱ特別な日だ。始発まで遊ぶ人たち。最後集合写真撮りたいっす。だな。109の前でパッて一瞬で集まってね、パッて撮って。109なんですか。109でもさ、スペースあるんですよね。ギャルっぽくね。撮るんだったら多分活力的にも今がいいよ。あー確かに。今撮っちゃう。撮りましょうか。あと北頑張れ、頑張るぞ。行きます、撮ります、3、2、1。ギャルピー、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 109枚だから。オッケーです、ありがとうございました。ラストいか、ラストいか、ラストいか。おー、結構集まったね。とりあえず、このままゆっくり降りても待つよ。新撮りたいって。いいよ、撮るか。めちゃめちゃ嬉しい。かっこいいだけってなんだ。やめたね。おい、わからないって。目の前で言うな。目わかんない。わからないはやめろ。目わかんないけど、わかんない、やめろ。はいはいはい、チーズ。あ、マジ？お前ちゃんとファンだな。お前いい、好きだよお前。ネギとニラは違います。何もできてないな。頑張れ、よし。ラスト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 、頑張れ頑張れ。ありがとう、ありがとう。はい、お疲れ様です。お疲れ様です、お願いします。こちらです。これ燃えるゴミです。一回ちょっとギュッと集まってもらっていい？俺だ。じゃあ急にちょっとみんなありがとう、ごめんね。なんか俺としてもいい思い出になりました。渋谷も綺麗になっていいこと尽くしで、ありがとうございましたということで、一本締めにて終わりたいと思います。それではいきますよ。皆さんありがとうございました。お電話拝借いきますよ。よー、ありがとうございました。はい、素晴らしい配信ありがとうございます。また配信で待ってます。